今日はですね、元黒磯駅の駅弁、キュービー釜飯を買ってきました。復刻版って書いてありますけどね。これを開けてみたいと思います。それでは中を開けてみたいと思います。この釜飯ね、なんと昭和25年に登場したらしいです。で、平成17年まで黒磯駅で売られていたものですね。今は、黒磯駅ではもう販売してないんですけど、今は東北自動車道の下り線、上川内サービスエリアの売店で売られているということですね。かつての駅弁。すごい、もう伝統的っていうかね、いかにも釜飯っていう感じの中身ですね。すごいね、益子焼きのね、蓋も含めて、まあ陶器でできてるっていうね、それだけでなんか価値があるっていう、素晴らしいですね。どんな味なんでしょうか。食べてみたいと思います。食べてみますね。では鶏肉から。素朴な味ですね。美味しい。茶飯。ほっこりします。それで、たけのこですね。かなり濃いめのね、味付けですね。歯ごたえがサクサクして、なかなかいいですね。素晴らしい。かつての駅弁を今でも楽しむことができる、キュービー釜飯、上川内サービスエリアで見かけたら、ぜひ食べてみてください。以上です。